はい、こんにちは、エコンダケシです、今日はですね、本田健さんという方をご紹介させていきます。まあ、本田健さんは有名だし、皆さん知ってると思う経営コンサルタントなのかな。ちょっとあれ経営とかね、なんかビジネスされてる方はみんなご存知だと思うんですけど、ワクワクすることをしましょうとか、バシャールと似たような考え方かなと僕の中で思ってまして、僕が本田健さんの本をいろいろ読んだわけでもないんですけど、僕の周りの人とか、そして、もう噂もよく聞くし、そして一回船井オープンワールドだったかな、そこでお話を聞かせていただいて、あ、こんな方なんだみたいな、本とは全然印象が違うんだなとか思ったりしたんですけど、その方のお話を聞いて、やっぱり論理的にっていうか、いろんな世の中の情報とかを全てまとめて簡単に伝えられることができる、そのセンスっていうか、そういうのを持たれている、役割を持たれている方なんだろうなと思ったのを、覚えてます。ですから、あなたがそのワクワクすることとか、なんか今の仕事がつまんないなっていう人は、なんか別の役割があるのかもしれないし、あなたの仕事っていうの、本当の役割っていうのがあるかもしれないんで、それを見つけるためのヒントとして、本田健さんの本を全て読まれることによって、いろんな 何かのヒントが絶対見つかるだろうなと思ってまして、僕の友達にもそういうふうに困っている人には、本田健さんのことをお伝えしたりとか、あとバシャールのことをお伝えしたりとか、斉藤ひとりさんとか、ね、いろんな方をお伝えしています。そのうちの、一人としてすごく、分かりやすい楽しい本ですので、本田健さんの本を読んでいただければと思います。以上です。ありがとうございます。